こんにちは、マキエゲシスです。前回の移送期間の動画で、連続射装から誘導される基本軍艦の軍巡洞型射装についてお話ししました。これは、単純に基本軍の弦、ループの同置類に対して、それと、連続射装との、合成みたいな感じで、定義されたんですけど、本日はその誘導された基本軍艦の軍巡洞型射装について、性質をちょっと、深掘ってみたいと思います。具体的に示したいことっていうのは、位相空間 X から X への高等射装から誘導される軍巡洞型射装、これはまた高等射装になるっていうことだから、つまり数学の言葉で書くと IDX スターイコール IDΠ1XX0 っていうことですね。はい、でこれと、あと X から Y、 それから Y から Z への連続射装があったとすると、その合成から誘導される軍巡洞型っていうのは、誘導される軍、巡洞型それぞれのこの合成になるっていうこと、これが2つ目ですね。そして、X から Y への同層射像があったとすると、そこから誘導される軍巡洞型射像っていうのはまた同型射像になるっていうこと、この3つをね、今日は示していきたいと思います。多分、ここまでで出てきた、位相機関の知識、これが積み上がっていれば、今日の内容はすげえ簡単に感じると思います。はい、むしろ、その前の段階、ホモトピー同置の定義とか基本軍の定義とか、そういった概念を習得するまでの方が難しいと思いますね。はい、わかんない、ちょっと僕がそうだったからっていうことなのかもしれないけど、人によるかもしれないですけどね。だから、今日の動画は別に記号負けさえしなければ、全然難しくないと思います。はい、むしろ息抜きではないかもしれないけど、そんな感じであんまり気張らずには見れると思います。ここまでの知識が積み上がってさえいればね。そして、今日の内容っていうのは兼論的には少し意味付けすることができて、兼論の言葉を使うとちょっとだけ見通しが良くなります。はい、このチャンネルでね、兼論っていう言葉は多分一回も出てきてないと思うので、はい、今から言うことはもう完全に聞き流してもらっていいんですけど、例えば、C と D を、兼とします。はい、兼なのでオブジェクトとモルフィズムの集合がそれぞれ紐づいてるんですけど、はい、C のオブジェクトに対して D のオブジェクト、そして、C のモルフィズムに対して D のモルフィズムを対応させるような操作があって、で次の条件を満たすときに、その操作のことを慣習っていう風に言います。具体的なその条件は何かというと、まず C の高等射を D の高等射に移すっていう条件、これが一つ目です。はい、そして、2つ目が、C のオブジェクトの合成射を、その操作で移すものっていうのは、それぞれの D のモルフィズムに移したものの合成になるっていう条件です。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、何が言いたいかというと、慣習のこの条件とさっき僕がまとめた誘導される軍巡洞型のこの性質見比べてもらったら、これ分かる通りなんですけど、これ全く同じなんですよね。はい、なので Pi1っていうのは点付き位相空間っていう圏から、軍の圏まで、その慣習になってるっていうことですね。だから慣習性があるっていう感じです。そして、今日の動画の後半で示す内容も、慣習の一般論になっています。はい、だから、モルフィズムが同型だったら、その慣習で、送った、先の、射もモルフィズムもですね、その、送った後の圏内の、同型写像になってるっていう感じです。ということで、最後の条件っていうのは、慣習の一般論に、照らし合わせればもう当たり前なんですよね。それをただ点付き位相空間と軍の圏に、そのままアプライするっていうだけでね、終わるんですけど、今回はそういう圏論みたいな、大舞台は使わずに普通に位相機関の議論で、示していきます。示していきますっていうか、ほぼね、兼論の議論をなぞってるだけではあるんですけど、はい、そういう兼論という言葉を使わずに、示したいって感じですね。はい、ということで、解説動画を作りましたので、そっちの方をご覧ください。どうぞ。はい、ということでスライドの方にやってきました。まずはですね、この辺は、結構ね、ホモトピー同置とか基本軍の話をするときに、軽く復習してる内容で何回もやってるんですけど、一応ちょっとまとめてみました。はい、以下ね、ずっと、I って書いたら01閉空間っていう風にしています。はい、そしてまず閉動とかループの、定義なんですけど、I から X の連続射像 α で、α0 イコール α1 イコール x0 っていう風になっているものを、x0 を起点とする閉動もしくはループっていう風に言います。はい、だからループとか閉動とか言うとなんかね、輪っかみたいなものをイメージするかもしれません。それでいいとは思うんですけど、厳密に言うとね、ループとか閉動って言ったら連続射像のことですね。連続射像のことを、閉動っていう風に言います。それで、0と1のところは、値が一致してるってことですね。はい、それをループっていう風に言います。はい、そして、そのループ、道の積ですけど、x0、これをね、起点とする、2つのループ
ループアルファベータに対して、写像アルファベータっていうのを、こういうふうに定義します。まあ、これ、最初の2分の1秒の段階でアルファ、そして残りの2分の1秒でベータの方に行くっていうことですね。そういうふうに、積、道の積ですね、写像の積みたいな感じで、定めます。こうすると、これもね、X0 を起点とするループになるんですが、これをアルファベータの積っていうふうに言います。はい。そして、ループの逆なんですけど、アルファを X0 を起点とするループとして、この時ね、アルファのマイナス1、これね、これ逆写像じゃないことに注意してくださいね。まあ、逆写像じゃないのは、まあ、冷静に考えれば当たり前なんですけど、アルファのマイナス1っていうふうに書いたら、アルファの 1-t っていうふうにします。はい。そうすると、これもね、X0 を起点とするループになって、これをアルファの逆動っていうふうに言います。はい。で、これでね、道の積、それから逆動っていうものが定義できたんですけど、次にね、点付きホモトピーの定義です。はい。ちょっと早いかもしれないけど大丈夫かな。まあもう結構散々やったんで、結構早めに流してるんですけどね。点付きホモトピーの定義なんですけど、アルファ0、アルファ1を、X0 を起点とするループというふうにします。で、この時ね、以下の条件を満たす連続写像、こういう連続写像ですね。0、1平区間を2つ並べているものから X への連続写像が、存在して、まあ以下のこの条件を満たすときに、アルファ0とアルファ1の点付きホモトピー、パスホモトピックっていうふうに言いまして、こういう記号で、表します。はい。で、どういう記号かというと、まず左側に、0と1入れたときですね、左側に0を代入したらアルファ 0t、そして右側、左側に1を代入したら、アルファ 1t になるっていうものですね。これを、こういう条件ですね。1番の条件。そして、2番の条件が、右側に0を代入したもの、そして1を代入しているものっていうのは、これ、X0 になるってことですね。こういう風になっているときに、こういうようなね、連続写像が取れるときに、点付きホモトピー。アルファ0とアルファ1は点付きホモトピーっていう風に言います。この1番の条件は普通のホモトピーの条件で、2番の条件が、この端点を固定するっていう条件ですね。X0 っていうところは変わらないっていうことですね。はい。それが点付きホモトピーの定義で、このね、点付きホモトピーのこの関係っていうのは同値関係になります。はい。まあ、証明略しても、前やったかな？まあ、なんか、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ、同値関係になります。で、このループアルファに対して、その同値類ですね、この、アルファと点付きホモトピーになるようなもの全体を、こういうふうに、まあ、同値類、同値関係を定義するときに大体この記号で書くと思いますけど、こういうふうに定義します。はい。まあ、つまり、アルファのこの大括弧かなは、アルファの同値類ってことですね。はい。そして、基本群の定義ですね。はい。まあ、何回もやってるから、もういいよって思ってる人もいるかもしれないけどね。はい。まあ、ちょっと読みますね。位相空間 X から、X の中から点 X0 を固定して、この π1XX0 っていうものですね。これを、だから、α、X0 を起点とするループの同値類を、全部集めてきてるものですね。今、オープニングトークでも言いましたけど、そういうものですね。こうすると、これはですね、群をなします。で、この群を、X0 を起点とする X の基本群もしくは一次ホモトピー群っていう風に言います。はい。で、この、同値類の積なんですけど、最初にね、道の積を定義したと思いますけど、それを使って、この基本群間の積が定義されます。アルファの同値類とベータの同値類っていうね、2つの元に対して、この積っていうのはアルファベータの同値類っていう風に定義されます。はい。これが、Redefined とか、逆元は逆像の同値、逆動の同値類になるとかね、そういったものは、だいぶ前かな、基本群の動画で、示してますので、詳しくはそっちを見てみてください。はい、いいですかね。で、これがですね、前回かな、やった動画ですかね。基本群、連続写像から誘導された、順動形というものが定義されるってやつですね。はい、XY を、位相空間とする。で、また、F っていうね、この連続写像、X から Y への連続写像を、一つなんか、取ってきます。そうすると、X0 を、X0 in X ですね。それを、この基本群のね、起点として、写像 F スターっていうのを、こういう風なものを考えることができます。この基本群、普通にね、行く前の、X の、基本群の、元、アルファの同値類から、このアルファとこの連続写像の F の、合成の同値類ですね。これを、Y という風にします。そうすると、これはね、群としての順動形写像になるってことですね。はい、だからまあこれは前回の動画で言ったと思うんですけど、まあ幾何の話を、代数の話にも翻訳する、完全に翻訳することができるっていうことですね。それが、この定義6です。はい。で、ここまでがやっとね、復習なんで
ですけど、ここからね、またさらにこの基本群の、この連続写像から誘導された基本群間の、群順同型写像についての性質を、深掘っていきたいと思います。はい、まあ、オープニングでも言ってるんですけど、割と簡単なんですね。今日多分、位相幾何の動画の中で多分一番簡単だとは思うんですけど、まあ、そこまでの知識が積み上がってさえいれば簡単なんですけどね。はい。まあ、ちょっと読んでいきたいと思います。まず、示すことはこれですね。命題7。X を、位相空間とすると、高等写像、X から X への高等写像から誘導される、順動形は、また高等写像になる。つまり、ここにスターつけるやつですね。IDX のスターっていうものは、高等写像になります。はい。まあ、これもう、割と自明なんですけどね。ちゃんと、もう、なんかちまちま証明書いたって感じです。はい。証明、読んでいきますね。はい。X0 を、まあ、inX、これを、起点とするループの同時類 α に対して、この2の α に対して、IDX の、スターっていうものは、これ定義からこういう風になりますよね。これ、F のところ、これ前戻ると、ここの F のところが ID に、高等写像に変わっただけですので、そういう風に、代入してあげると、こういう風になりますね。IDX スターの、α っていうのは、IDX と α の、合成写像の同値類って感じになります。はい。で、この IDX〇α なんですけど、これって、この01平区間のその時間 t、2の t に対して IDX〇α の t っていうのは、これは、もうなんかちまちま書いてるだけなんですけど、IDX の、αt を、IDX で送るっていうことですよね。で、IDX ってこれ何もしないってことですので、これ αt になります。はい。なので、IDX〇α イコール α ですよね。これ IDX〇α t イコール αt ですので、これちらが2のね、i の中の2の時間に対して成り立つわけですので、IDX α イコール α です。はい。なので、IDX スター α イコール IDX、ここは定義なんですけど、IDX〇α で、IDX〇α イコール α の同値類になりますよね。これ、同値類の前にそもそも、その代表元がイコールですからね。はい。なので、こういう風になりまして、これ、最初から最後まで見てあげると、IDX スターの α イコール α になりますよね。だから結局、IDX スターっていうのは何も変えないっていうことが、分かったわけです。それが2の、このループの同値類に対して、成り立つわけですので、IDX スターイコール IDπ1XX0 が言えたって感じです。これなんかもう本当にちまちま書いただけなんですけどね。はい。なので、いや、そんなことかよっていうふうにね、ここまでの知識が積み上がってさえいれば、思うとは思うんですけど、まあそんな感じになっています。はい。いいですかね。で、次にですね、命題8なんですけど、x, y, z、これを位相空間っていう風にして、f っていうのを x から y、そして g っていうのを y から z への連続写像っていう風にします。はい。で、x を固定して、この y っていう点、これを、x を f で送ったところ、そして z っていう、z の中の点を、g で y を送った点っていう風にします。はい。そうすると、この時ですね、誘導された群順動形写像が、それぞれこういう風に定義されます。これはまあただ、F、G と、G〇F でこれそのままね、代入してるだけっていうような、基本、連続写像から誘導される、基本群間の群順動形写像がこういう風に定義されるわけなんですけど、はい。この時ですね、F スターと G スターの、合成っていうのは、G〇F、合成した後にスターつけてるものと一緒ってことです。はい、だからまあ、標語的に言うと、合成したもののスターっていうのは、スター取った後の合成と一緒っていうことですね。これが成り立つってことです。はい、成り立つってことですって感じなんですけど、これもですね、実は証明もここですぐ終わるんですよね。はい。まあ、2にね、この基本群の元、ループの同値類をこれ取ってきたとして、これでですね、送ってあげます。そうすると、このスターの定義から、G〇F〇α になりますよね。これの同値類っていう風になります。はい。そして、この合成っていうのは別にね、これ入れ替えていいですので、G に、F〇α っていうものの合成っていう風になりますね。はい。で、そうすると、G、この F〇α っていうのはこれ、Y の道ですので、それね、G スターの定義から G スターのこれっていうのはこういう風になりますよね。ここは、G スターの定義になります。はい。そして、F〇α っていうところ、これも、F スターの定義からここはこういう風に書き直すことができますよね。はい。なので、ここはまたこういう風になります。はい。ということで、F スター α っていうものを G スターで送るっていうことですので、これはまた合成の定義ですよね。G スター〇 F スター α っていう風になります。
はい、なので、最初から最後また見てあげると、G丸 F スターっていうのは、G スター丸 F スターっていう風になるので、結局これが成り立つっていうことです。はい、めっちゃ簡単だと思いません？ここまでの知識が積み上がってさえいれば。まあなんかずっとね、ここまでの知識が積み上がってさえいればっていうね、なんかそういうリマークはつくんですけど、結構簡単だと思うんですよね。ここまで知識が積み上がってさえいればね。はい。で、あとなんか、ちょっと今思い出したんですけど、これ、この A がひっくり返ってるやつ、これに、に対しっていう意味が入っていますので、なんか、この書き方を嫌う人はですね、たまにいます。はい。あまりこれは良くないですね。このに対しっていうのが、このアルファ、A をね、ひっくり返してるところに入ってるので、これ、に対しっていう感じになってるんですよね。はい。なので、なんか、あんまり、なんていうかな、日本語警察の人は結構これでね、なんかブチ切れるんですけど、はい。まあ、僕はあんまそういうの気にしないんで、こういう風に書いてます。なんか、これが普通に分かりやすいかなと思ったんで、はい。こういう風に書きました。はい。で、最後にね、まあ、オープニングでも言ってるんですけど、同窓だったら、その誘導された先は同型になるってことをですね、これを示したいと思います。はい。命題9ですね。読みます。位相空間 XY が同層であれば、同層写像これが、取れるわけなんですけど、この時ですね、ここから誘導される、順同型写像、この F スターですね、これは基本軍間の、同型写像になります。はい、これを示していきたいと思います。はい、これもね、すぐ終わるんですよね。はい。すぐ終わります。ちょっと読みます、証明ね。X と Y、これは同型写像、同型ですので、F っていうのは、全単車連続写像ですよね。同型写像っていうのは、これ、全単車連続で、まあ、逆写像も連続っていうのが取れるっていうことなんですけど、まあ、とりあえず、この F っていうのは、全単車連続写像ですよね。はい。で、かつ、F インバース、これも連続になります。これ、同型の定義ですね。同型ってか、これ、同層かな？同層の定義ですね。はい。F インバースもこれ、連続です。はい。ということで、連続写像があったら、そこから誘導される順同型っていうものを定義することができますので、F インバーススターっていうのを、考えることができます。これは、ベータに対して、Y の、ループですね。Y のループの基本群、Y のループの同値類ベータに対して、F インバースと、ベータの、合成の同値類ですね。これが対応するっていうね、こういう誘導される順同型が定義されるわけなんですけど、これがですね、もう F スターの逆写像になります。はい。実際にね、これちょっとただ計算するだけなんですけど、じゃあ例えばね、アルファって、あ、これ2の忘れてたけど、アルファっていうね、π1xx の、同値類、ループの同値類に対して、F インバーススターと F スターでの合成を、で、これちょっとね、送ってあげます。そうすると、F スターの定義から、ここ、あ、F スターの定義っていうか、まあ、F インバーススターと F スターかな。まあ、これを、これで送って、さらにこれで送るってことですので、こういう風になりますよね。F スターの定義から F 丸アルファになって、で、またさらに F インバースのスターでこれを送るわけですので、これっていうのはこういう風になりますね。はい。そして、F インバース丸 F っていうのは、これ、高等写像ですから、何もしないということですので、これ、アルファになります。はい。ということで、こことここを見てあげると、F インバーススター丸 F スターに、これでアルファを送ってあげると、結局、アルファになるってことですので、結局、これって高等写像ってことがわかりますよね。なので、これっていうのは高等写像ってことです。はい。で、逆にね、この Y の中の、Y の基本群の弦に対しても、これ同じようにね、ただこれひっくり返してるだけなんですけど、F スター丸 F インバーススターベータの同値類っていうのは、それ結局ベータになりますね。これをこれで送って、で、これでこれで送って、ここで結局高等写像になるからってことで、結局何も変えないってことが分かったので、この F スター丸 F インバーススターっていうのは、π1yy の、単位弦になるってことですね。まあ、高等写像になるってことです。はい。ということで、結局ね、この、F スターの、逆写像が取れるっていうことがわかるので、これ結局全単写ってことが言えますよね。全単写と逆写像って一緒ってことですからね。で、まあ、順同型っていうのはもともと、これは順同型ですので、順同型かつ全単写、つまり逆写像が取れるってことが言えましたので、それがね、言えたって感じになります。はい。ということで、証明終了です。どうですかね？なんかめっちゃあっさり終わったんですけど、でもそれでも15分喋ってるか。はい。まあ、そんな感じになります。はい。まあ、何回もなんか途中で言っているんですけど、割と簡単だとは思うんですよね。ここまで、なんか何回も言ってるけど、ここまでの知識が積み上がってさえいれば簡単だとは思うんですけど、はい。まあ、そんな感じでした。はい。なので、まあ、これもオープニングで言ってるけどね、まあ、割と息抜き的な要素が強いんじゃないかなとは思ってるんですけど、どうなんでしょうね。はい。まあ、そんな感じです。まあ、これはもう、なんていうかな、監守性が、
あるっていうふうに言いますし、まあ、これはもう空気のように使うことが多いですかね。この性質はもう空気のように使って、なんかもっと難しいね、位相幾何とか、代数トポロジーとか、そういった感じの、話をしていくってことが多いですね。はい。まあ、以上でいいかな。お疲れ様でした。はい。ということで本日の動画は以上です。よかったらチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスなどぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。